市議線は大阪府八尾市の高知山本駅から市議、山口駅までを結ぶ近畿日本鉄道の鉄道路線。全線が八尾市内にある。市議山町後まご寺への西側のルートの一部であり、市議山口駅で西市議工作線に接続している。沿線は変化に富み、高知山本駅付近の住宅地を過ぎて、外環状線を越えるあたりから、 田園風景が広がる。途中の服部川付近では大阪平野が眺望できる。服部川駅から市に山口駅までは急勾配が続く山岳路線の面向きがある。なお、服部川駅付近には40パーミルの勾配があるが、これは近鉄の普通鉄道路線の中で最も急である。平日は通勤、通学利用が主体であるが、土休日は観光客や、 登山客、高安山にある霊園への参拝客の利用も多い。スルッと関西対応カード及び J スルーカード、IC カードピタパーイコカスイカなど全国総合、利用乗車カードが使用できる。全線、大阪東葛部の管轄である。船内折り返し運転の普通列車のみが、朝夕は約15分間隔、日中は約20分間隔で運転されている。 そのうちの朝夕は約半数、日中は約40分に1本の割合で西市議港作線と連絡している。なお、近鉄の四川区の多くはワンマン運転を実施しているが市議線では実施しておらず、2両編成で運行されるにもかかわらず、全列車に車掌が乗務する。西市議港作線が再開された1957年以降、 1967年12月20日の白紙ダイヤ変更までは、上本町駅から直通する準急・普通列車も運転されていた。大阪線直通列車は、同線の準急・普通の編成増強によって、二両編成しか入線できない、市議線との直通が混乱となったため廃止されたが、その後2010年12月12日には、市議線、西市議工作線、 開業80周年記念イベントとして、直通準急列車の復活運転が行われた。2018年12月15日にも市議線、西市議工作線、開業88周年及び、八押市制70周年を記念して、同様に直通準急列車の復活運転が行われた。大晦日から元旦にかけての終夜運転は、線内寄り返しの普通列車を、 おおむね30分間隔で運行し、西市議港作船と連絡するダイヤが組まれている。時刻については、近鉄の公式ホームページでも紹介されている。市議線は、制限速度が低く設定されている。高知山本駅服部川駅間は、線形が良く、駅間も長いが、全線時速 65km に、制限されている。高知山本駅の配線の都合上、 東路線への送り込みの回送列車は、水戸駅で一度折り返して入線する。大阪線所属の車両が使用されるが、市議線は2両しか対応していないために2両編成の車両が限定使用され、主に1430系が使われている。詳細は、大阪線の項を参照。なお、市議線に9020系は運用されていない。近鉄の前身である。 大阪電気軌道により、市議三電鉄の工作線、三条鉄道線と同日の1930年12月15日に開業した。はじめは、深江駅から御地を経て、市議山口に至るルートで計画されたが、市議山町駒五ごこでいの東側からのアクセスとして、市議駒電気鉄道が、後の江駒線の一部と、東市議工作線にあたる王子市議山下。 市議参観の鉄道敷設免許を取得したことから、これに、王子駅で接続する深い温地国部王子、郡山間のルートに変更し、1921年9月28日に、軌道敷設特許を得た。しかし大気は、伊勢方面への進出に重点を置き、市議山方面への路線整備の優先度は低かった。市議小電気鉄道が1922年に開業すると、 南海鉄道など複数の事業者が大阪と市議山を結ぶ鉄道を出願したことから、大気でも市議山への鉄道計画を西側からアクセスする大阪からの短絡ルートで進め、1926年2月19日に山本市議山口平岡間の地方鉄道を高安線として出願し、1928年1月24日に鉄道不設免許を取得した。 そして1930年に山本市議山口館が市議船として開業した。奈良線にアクセスする未開業区間の市議山口、平岡館は1937年8月27日に企業廃止となった。また、市議船開業後も特許を維持していた国分王子軍産館も1937年10月12日に企業廃止となった。 この路線と市議三電鉄の開業により、それまで、関西本線、市議駒電鉄経由、内市は、市議駒電気鉄道を1925年に、継承した市議駒電鉄が、駒駅王子駅間を1927年に、全通させた後は、大気奈良線、市議駒電鉄経由で、大阪から、市議山へ向かっていた客の多くは、大気桜井線、市議線、 死ぎ三電鉄のルートを使うようになった。これにより、死ぎ駒電鉄は打撃を受け、結局は大気の傘下に入ることにして、存続を図ることにした。死ぎ駒電鉄が大気を改めた近鉄に合併されたのは、1964年のことである。全駅大阪府八尾市内に所在。ありがとうございます。